どうも、トモエンテニスチャンネルのトモエンです。 MJ です。はい、今回 MJ が担当します。はい、今回はですね、新しいですよ、はい、新しいサーブ、まあ、プロネーション取得3ステップです。これね、ずっとまあ言ってたんだから今日から新しいでいきます。いや、今までだからやってはいけないとかシリーズなんで、はい、スリーポイントじゃないですか、始まりはね。はい、スリーステップです。あの、やってはいけないは僕がちょっとねパッて思い浮かんで結構バズったんですよ、ありがたいことに。スリーステップもこれからテニス界でちょっと増えてくるかもしれない。何が違うかって言ったらステップアップしていくってことです。いや、そうでしょうね。ポイントはポイントじゃないですか。はいはいはい、ステップはステップなんで、うんうん、はい、僕たちそれよりサブチャンが始まりましたから、はい、僕たちの100の質問見てもらいましたか。はい、見てもらったらちょっと恥ずかしい気持ちにもなるんですが、はい、僕は街中を歩いてやりましたからね、はいはい、君いいよね、今朝の芝生でいいよね、で別に、まあはい、まあ、もう一回でも見てもらえたら嬉しいかなと思いますので、はいはい、サブチャンの方もぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあレッスンやっていきましょう。お願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。プロネーション取得3ステップということで、はい、一緒にやってくれるともやんさんです。よろしくお願いします。ともやんです、はい、ね、このニュースタイルこれ自体がはい、じゃあまず1ステップ目です。1ステップ目、3ステップまでいったらもう、あ、やった、取得って感じなんで、まず1ステップ。1ステップ目はですね、プロネーションの動きに一番重要なのはこの肩甲骨の動作になってきますので、多いのがやっぱりこうラケットの面が上向く方って結構多いじゃないですか、トロフィーポーズを作った時に。ですので1ステップ目は最初手のひら、自分の手のひらが今自分の方向を向いてますよね。手のひら自分の方向を向いてます。トロフィーポーズを作ってラケットがスッと落ちてインパクトする直前まで手のひらというのはずっと自分の方向を向けておいてください。まあ、実際ちょっと見てもらったんですけど、ここからセットします。自分の方向向いてる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 、まだ向いてます、まだ向いてる向いてる向いてる、インパクトで外。この動きがうまいことできれば自然とプロネーションというのもやりやすくなってきます。これがどうしても向いてる向いてる向いてる、外向いてる、上向いてるっていう風になる方非常に多いので、まずはこの、まあ、手のひらが自分の方向を向いてる、まあ、手首はある程度固定する、力を入れなくてもいいんですけど、ここでグラッとなってしまわないっていうのを気をつけてもらったらいいかなと思います。まあ、握り方によって多少グリップが厚い方っていうのは、ちょっと厚い方、フォアハンド寄りの方は少し、面は上方向向きやすいんですけど、まあ多少この程度だったらまだいいです。まだ回るんで、頭の後ろ背中までラケットが回ってくれるでいいんですけど、明らかにここまで真上向いてしまってるともう回らなくなってしまって、ここから、まあ、羽子板のように前にポーンと振り出すような打ち方になってしまうので、パッとこの瞬間でパッと確認していただいて、あ、上向いてるわ、自分の方、もしくは外側向いてる状態、自分もしくは外側向いてる状態に矯正できるといいかなと思います。手に力を入れるというよりは手首をある程度固定していただけるといいかなと思います。ここまでここまで、インパクトの時はこう動きますけど、まあ、実際ここも腕が動いてるわけなんで、手首自体はそこまでこういう動きはしてないかなと思います。で、手首を固定しながら自分の方向、手のひらが自分の方向を向きながら向いてる状態をキープしてインパクトまで持っていってもらえばいいと思います。はい、続いて2ステップ目です。2ステップ目はですね、まあ、一緒にやっていただきたいと思うんですが、ラケットの重さっていうのをめちゃくちゃ感じてもらいたいんですよ。ラケットの重さを感じて振りたいので、ラケットっていうのはもうグラグラで持ってください。グラグラ、極端に言ったら親指と人差し指2本だけで持つぐらいでもいいです。さすがにこれじゃ支えられないよ、飛んじゃうよっていう方は、まあ、3本でもいいかな、中指もプラスして3本でもいいかなと思います。これだけでラケットを振ってもらえます。
これだけで、でボールは実際打つんですけど飛ばそうとか別に考えなくていいです。大事なのはグラグラの状態、ラケットの重さをめちゃめちゃ感じてる状態でここまでトロフィーポーズを取ることによって自然とラケットって絶対こう落ちるんですよ。重いから支えられないんで勝手に落ちるんですよね。でこのまま振っていく、この動作っていうのを体に覚えさせていくっていうのが非常に大事になってくるかなと思います。やっぱりプロネーション使えてないっていうのは肩甲骨なかなか使えてないっていう方はやっぱりラケットがこう落ちないんですよね。こういうふうに落ちずにここから振り出すことが非常に多いので、強制的にラケットが落ちるためにもグラグラでもと思います。ちょっと実際やってみます。もう人差し指と親指2本で一番端の方を持って打っていきたいと思います。ボールを変に飛ばそうとしたら力がグッと入ってしまうんで、もうリラックスしておいてください。リラックスしたままポーン、ラケットの重さを感じてポーン、全然ボールは飛ばなくていいです。ただこの動きだけを体に覚えます。動きだけを体に覚えます。もっとラケットの、重さを感じたいなという方は最初の段階でちょっと前めにラケット、ちょっと高めにラケットセットしてもらって、ブラーンとラケットの重さで一回ここまで持っていく、高いところまで、でその勢いで下ろして打つ、高いところからブラーン下ろして打つ、これ余計よりラケットの先の方の重さっていうのを感じやすいんでやってもらったらいいかなと思います。で徐々にこの動きが慣れてきたなってなったら1本ずつちょっと指を増やしていってみてください。じゃあ、2本でやってみる、もうちょっと力が入るようになるんで自分の力でラケットをコントロールできるようになってくると思います。じゃあ慣れてきたら3本でいこう、またコントロールしやすいようになってきます。この時に力が入ってこういう風にならないようにとか、こっから前に振ろうとするんじゃなくて同じようにリラックスした状態で振れるといいかなと思います。で最終的に、まあ、全部の指を使って同じリラックスして重さを感じながら振っていただけると、ちょうどこの肩甲骨をうまいこと使うラケットが頭の後ろを通過するような振り方っていうのができてくるかなと思います。はい、3ステップ目です。3ステップ目は最後のこの、まあ、本当プロネーションというか回旋の動きですね、はい、腕が回旋する動作について解説したいと思います。で、多いのがやっぱこう、こう使うんですよねって無理やりこうする方が結構多いんですけど、正直無理やりやってしまうと腕にやっぱ若干力が入ってしまってこう、ここまでうまくいけてるんですけどこう動きがこう止まってしまう、ぎこちなくなってしまう方が結構多いのでリラックスは常にしておいてください。でこうやって動きがどうしても止まってしまう方っていうのは体が、まあ、最初から正面向いてるか打つ前段階でこう正面向いてしまう方が非常に多いんで、体が開いてしまってるからこうあれなんかこうやってるんですけどねってなってしまうんですよ。そうじゃなくて、3つ3ステップ目にやってもらいたいのは少し体の向きっていうのを横向きもしくはまあ打点の方向ですね、ボールの方向を向いたままキープしてもらう、キープしたまま振ってもらう、まあ、顔はあっち向いてもらっていいですけど、まあ、体がこの時にこう向かない、できるだけキープした状態でラケットを振ってもらう。そしたらラケットっていうのは頭の後ろからこうでできますから斜め上方向にスイングすることになるんですよ。そうなったら自然とこう終わっていくんで、自然と回旋していくんで、でそのままこっちにフィニッシュしていく、自分の左側にフィニッシュしていく、これが無理やりやってしまうと右側で終わっちゃうんですよ。自分の右側で左にスッと抜けていかないんですよ。うまくいってたら自分の左側に、うまいことしまっていくんで、だから変にこの回線の部分っていうのを意識しすぎなくていいと思います。自然な動きでなればいいかなと思います。ただ体が前向いてしまうと無理な動きになってしまうので、体は
ちょっと横向き、まあ、打点の方向、ボールの方向を向いて、ラケットもその方向にリラックスした状態で振り出していただいたらいいかなと思います。で、打ち終わった後に自然と体を前向けてもらったらいいかなと思います。これは打ち終わって自分の左側にラケットが収まっていくから自分も体が回るっていうイメージでいいと思います。こう先に回すんじゃなくて打ち終わった後に回してもらうっていうイメージでいいかな。まずはその動きをゆっくり行って、まあ、こう抜けていく、自然と収まっていくっていう感覚を、体に覚えさせていただいたら、まあ、そこからはちょっと足の力使ったりとか、ちょっと体回していったりしてもらってもいいんですけど、最初からこう体回したりとか前向いた状態でやってしまうと逆に変なぎこちないプロネーションの使い方になってしまうので気をつけてもらえたらいいと思います。まあ、1ステップから3ステップまで段階を踏んでやっていただいたらあなたもプロネーションが使えます。高評価、コメントよろしくお願いします。